では、Linux プランバーズカンファレンスについてちょっとご説明というかですね、紹介したいと思います。で、まずですね、その Linux プランバーズカンファレンスって何っていう話なんですけど、プランバーズって、プラミングっていう単語を知っているかどうか、ご存じかどうかなんですけど、これ、配管工、配管、水道管とか、インフラとかでですね、よくあるガス管とかそういったものを、メンテする人です。そういった人たちの集まりっていう意味合いで、Linux プランバーズカンファレンスというのが付けられています。で、ですね、基本的にはメンテナーズとかですね、コアデベロッパー、要は一般のカンファレンスだと、大体発表者がいて、自分たちが開発したものを発表するみたいな形になると思うんですよね。基本的には学会でもそういうふうな形で新しく作ったものを出しましょうみたいなところなんですけど、プランバーズってそうではなくて、それもあるんですけど、基本的にはそれまでですね、作ってきたものの Linux カーネル の, そのメンテナンスをするときにこういうふうな課題があるんだけれども、それを共有しましょうみたいなことを言ってですね、その後そこで議論する。だからどっちかというとですね、そのカンファレンスといっても発表ベースではなくてディスカッションベース、どっちかというと僕に近いものになります。ただ僕だと大体その集まりとしてはやっぱりカンファレンスにくっつけた形で、いくつかのテーマというよりはもう本当に絞り込んだ1個の機能についてだけ喋ったりとか、そういうふうな議論になってしまいがちなんですけど、そこを実はですね、プランバーズってマイクロカンファレンスっていうものを使って、返しています。どういうことかというと、あるテーマ、結構大きいサブシステムのテーマですね、それに対して例えば半日とか1日の枠を与えて、でそこの中のトラックの中でちっちゃい発表というか、問いかけみたいなことをするわけですね。こういうのをプロポーズとして出しているんだけれども、それに対してこういうふうな返答が来たんだけど、どうやってか解決したらいいのかなみたいな話をするというのが、基本的なものになります。だからですね、どちらかというと、オフラインの AKML だと思ってください。Linux カーネルのそのメーリングリスト上でいろいろと、Linux カーネルに限らないんですけど、サブシステムのメンテナンス、メーリングリスト上でですね、日々、議論されているところを、メール上で議論しているところを、リアルに持ってくると、オフラインで、実際に話すと、フェイスフェイスで話すというような場所になっています。で、結構、実は長い歴史があってですね、2008年にですね、第1回のプランバーズカンファレンスっていうのが、ポートランド、アメリカのポートランド、オレゴンの方でですね、開催されて、ずっと続いてきています。最近だとこんな感じで、シアトル、サンタフェ、ロサンゼルス、バンクーバー、ミスコという形で来てるんですが、ほとんどの場合、US もしくは北米ですね、カナダとかそういったところで行われます。で、これまでですね、デュッセルドルフと、あともう一つだったかな、3回ぐらいですね、今回含めて3回ぐらいヨーロッパに飛んでる感じですね。で、大体、コロケートと見せてですね、Linux ファンデーションの、イベントとコロケートされることが多いです。一緒の場所になって、日程だけは1日2日かぶせて、ずらすみたいな感じですね。っていうふうにやられることが多いです。で、大体ですね、もともとこのプランバーズカンファレンス、実は Linux ファンデーションそのものが入っているわけ、ガム念しているわけではなくて、どちらかというと有志で、集まって作り出したという感じになっています。なので、一応協力、Linux ファンデーションが協力関係にあるんですけど、ちょっと違う形になっていますね。で、これ1回目は確かカーネルサミットが一緒じゃなかったんじゃないかな。で、2回目あたりから確かカーネルサミット、Linux のカーネルのメンテナー、本当にコアのメンテナーだけ集まって、もともとは招待制だったんですけど、そこだけで話すっていうサミットっていうのがあって、これとプロケートされることが多かったんですが、途中からちょっとやっぱりカーネルサミットが結構北米だけじゃなくていろんなところに飛ぶことがあるので、切り離された感じになっていま
ただ最近ですね、ちょっとパネルサミットも、状況が変わっていて、何年前だったかな、2015年あたりまでは、5年か16年あたりまでは、パネルサミットっていう形で一つのまとまりとして、テクニカルトラックと、メンテナーだけで集まって、メンテナンスの方法ですとかワークフローを話すっていうような、サミットだったんですけど、テクニカルトラックだけこっちの方にプランバーズもドーンって来てしまっているという感じになっています。だからこの大体プランバーズと一緒にコロケートされた時はプランバーズの方でテクニカルのやつをされてしまった上で、その後メンテナーだけ残って、まあ、ワークフローだとか、コミュニティのマネジメントだとかそういったことを話すっていう感じになっています。で、ですね、なので、こんな感じで最近続いているんですが、私はちなみに、2008年からずっと参加しているんですが、2011年と2013年よく見たら参加してなかったですね。それ以外は基本的に参加している状態です。で、これ、基本的にコアのメンテナーとかコアのデベロッパーが集まるところなので、非常に話がしやすいというところもあります。技術的には非常に深いところもあります。だから発表内容としても結構入り口のところからすごく深いところまで飛ぶので、マイクロカンファレンスによってはなので、結構入って、聞いてみたんだけれども呆然とするっていう話っていうのが実はあったりします。後でちょっとよく考えてみないと分からなかったりとかいうのもあったりしますけど、そういったところも楽しいです。で、最近ですね、やっぱり注目すごいされてまして、というのは他のカンファレンス自体が大体もう、なんていうんですかね、発表といってもすごく広い範囲に、オープンソースサミットもそうなんですけど、カバーする範囲がすごく広がっちゃって、テーマがもう、いろいろとあって、なんていうんですかね、規模は大きくなったけれども、あんまり結びつきがない人がいっぱいいるみたいな状態になってしまってるんですよね。でそれに対して Linux プランバーズって結構本当に Linux カーネルのことだけに集中して、しかもテクニカルの側面だけに集中するっていう形になっているので、非常に人気があります。であと枠が小さい、大体他のカンファレンスでも、ちょっと最近、日本の OSS サミットは結構規模が小さくなってきているんですが、それでも600人、700人最盛期1000人ぐらいなんですけど、キャパとしては1000人ぐらいなんですね。でそれに対してナンバーズ多くても500人ぐらいのキャパなので、結構小さいということで、実はチケット、これこのところからですね、アテンドっていうのを押して、チケット買うことになるんですけど、めっちゃ早く売り切れます。どのくらい早いかっていうと、アーリーバードとノーマルトレイトが確かいつもないんじゃないかな。だから、ノーマルとアーリーバードがあるんですけど、アーリーバードをオープンしたら半日で売り切れたらしいです。ちょっと今年は僕はアーリーバードに、できなかったんですけど、だからオープンした瞬間的に売り切れると。多分アーリーバードの枠自体が100人かそのくらいしかないんじゃないですかね。だから先着100名は一気に売っています。でさらにですね、その後、買い損ねたと思ってみんながノーマルチケットの方をオープンしたら買いに行くので、これも実は 2,3 日で売り切れちゃってですね、 2,3 日だったら 1日2日で売り切れたと思います。で、そこから先ですね、なんかマイクロファンカンファレンスの、チェアマンにやってる人が、いくつかチケット持ってるから、もしどうしても必要だったらあげるよみたいな話が流れてきたりとかいうぐらいですね、実はチケットが手に入りにくいカンファレンスになって、確実にやろうと思えば、スピーカーとして登録するとかですね、もしくはそのマイクロカンファレンスを提案する側に回ってみるとか、これはかなり難しいですけど、そういう、形になるんじゃないかなと思います。で、ですね、あとこれ特徴的なのが、Linux ファンデーションの、なんていうんですかね、カンファレンスだと、だいたい発表する人はただなんですよね。登録するのはただなんですけど、プランバーに関しては全くそういうのがありません。
参加する人みんなで作り上げるカンファレンスなので、基本的にはただになるチケットというのは必要です。だから、まあ、なんでかというとですね、これ実際書いてあるんですけど、実はですね、参加者の半分は発表者です。これ非常に面白いと思うんですけど他のカンファレンスだと大体参加している人の、まあ、10分の1から、まあ、5分の1ぐらいが最高ですよねっていうところなんですが、今年行ってみたらですね、最後にちょっと今年の規模こうでしたよっていう発表があって、500人、参加したんだけれども、発表者が230人から40人いたっていう話でですね、要するに 半分近くの人がもう発表しちゃうので、そこでダダにするっていうのは基本的にない、もうみんなで作り上げましょうという、のがこのリナックスプランバーズカンファレンスのですね、特徴ですね。で、まあ、こういった形でですね、非常におすすめ、技術的にすごい深いところをですね、議論したりとか議論している姿を見たりすることができるのがおすすめです。あと今年は、一応関連サミットと併設だったので、実は2日目ぐらいからリーナスが会場の中をうろつき出して、なんかあそこにリーナスいるんだけど一人でポツンとしてるとか出します。コアメンテナというかですね、ウェブとかそういった人たちの集まりは、周りは大体人が集まるんですけど、直接的になんかやり取りしているので、リーナスとはあんまり直接的にやらないので、実はリーナス寂しそうにしてたりするかもしれないし。で、今回あったのが、ちょっとまあ、今回の話しようかなと思ったんですけど、今回あったのがリスボンっていうところで、まあ、どこかっていうと、ヨーロッパ大陸の端っこです、日本から行くのに、これ赤い線が日本からなんですけど、私ちょっとドバイ経由行ったんで、こう一回、中東に寄ってから行ったんです。で、帰り、あれなんですね、今飛行機って、基本的にジェット気流を利用するので、行きのところはジェット気流避けて赤道寄りに行って、帰りはこう北の方に回って乗って帰ってくるっていうルート通るんだなというのが、暇な時にルートを確認してておかと思います。まあこれ結構かかったんですが、大体この1回のフライトが10時間ちょっとかかるので、で待ち時間とかも含めると大体日本、今回成田から行ったから成田も遠くて、家出て、会場に着いたら32時間ぐらい経ってましたね。しかもなんかリスボンの空港が一回閉鎖されて、別の空港に一回降りてから給油してからまたリスボン行くとかいうことやってたので、さらに気は伸びてました。で、まあ、こんな感じでですね、ラインのこれ、会場自体が、まあ、こういうふうな感じです。実際にこれとこの部屋と大体同じような部屋のサイズで、それがまあ何個かあって、でその中でいろいろとやっていくんですけど、前に、何人かのチェアの人とか発表者が出て行って、ワイワイやりながら議論しながら、こういうふうなことですよっていうのを発表して、でそこに対してのツッコミを待つみたいな感じなんですよね。で、まあ、結構会場からもツッコミが入って、まあ、要はフィードバックを回ってですね、これはこういうふうにした方がいいっていうような話を、することができます。で、まあ、当然その、あ、そう、これ、まあ、リスも行ってきたんで、ちょっとちょろっと歩いてきたんですけど、リスもいい街でですね、まあ、まず空気が綺麗だし、街並みも綺麗な上にですね、食べ物も美味しいっていう、ヨーロッパはやっぱり食べ物も美味しいじゃないですかね。そこは北米にはない良いところでした。で、一応こんな感じなんですが、リナックスプランバーズ、一応過去のやつから見ることができて、こんな感じで、リナックスプランバーズ .conf.org っていうのが伝統的に使われてます。で、この後ろに2008とかつけていくと、その年のが見えますけど、実はアーカイブしてるんだけれども、アーカイブリンクがないので、初めての人はちょっと戸惑うというか、昔のやつをたどろうと思うと、
URL 知ってないとたどり着かないというちょっと不親切な設計になってますね。であとですね、これ最新のやつなんですけど、どこにもアーカイブがないという話で、後ろにこう2018とかつけると、まあこんな感じで去年のやつに撮って、で去年はバンクーバーさんで、今年から結構なんかビデオとかを使うようになって、ビデオがどっかにあるはずなんですけど、ビデオが見つからないっていう、これもよくわからないですが、今年実はですね、いろいろと、変わったところがありまして、マイクロカンファレンスっていうのが基本になるんですけど、こんな感じですね。マイクロカンファレンスすごい量があります。あのティムが、発表した時に言ってたと思うんですけど、今年かなり量が多いです。でこれはもうそれぞれの、内容に沿った中身ですね。ディスクファイルとかがこんな感じで議論がされますと。トレーシングだと、スケジュール見ていただくと分かるんですけど、まあ、月曜日のですね、朝から昼まで、ちょっと向こうがリスボンが、夏時間だったというのもあって、今回あの昼、13時半だったかな、なんか結構遅くまでバーッとやって一気にやって、でそれからまた昼ご飯食べて、それからまた、大体4時間分3時間半ぐらいのトラックがですね、2つある。でこれがまあ並列してなくてもあるの で, って感じです。でたまにちょっとあの時間によってはかぶってしまって、ミニカンファレンス、マイクロカンファレンスがかぶってしまって、どっちにも関係してるんだけども、関係してるところにしか行けないから、なんか行ったり来たりするっていうような話もあったりしました。で、それ以外にですね、実はまあ、見てわかるんですけど、カーネルサミットのトラックですね。これさっき言ったあのカーネルサミットのテクニカルというか、まあ、プレゼンテーションがあるもののトラックですね。大体プレゼンテーションなしで、あのみんなで集まって、ワイワイガチャガチャやるものがあるんですけど、それ以外のプレゼンテーションありのやつもあります、ね。これはまあ、内容としてあんまり統一されてないですが、テクニカルのものから、マネジメント上の問題があるやつまで、いろいろあります。でここにあのクリップがあるんですけど、これで、入れます。あの発表資料のことができます。で、例えば、今回グレッグ・ケイチにですね、最後にちょっとこれを前に面白いから見とけって言われたものがですね、あの午前中にティンが言っていた、あのバグがめっちゃ多いんだけどどうしようかみたいな話っていうのはこれですね。この辺で、あのシスボットでですね、検出したバグの数が減っていかずに増えていってるんだけどみたいな話がこんな感じでまとめられていて、でこれ実は入り口に過ぎなくて、これからあとさらにですね、話が続いて、あの最終的にですね、バグ見つかっても報告する方法がないし、あの簡単じゃないし、メーリングリスト上でやってたらすぐ見逃されるから、なんとかしようぜみたいな話で、GitHub みたいなものを使うのもちょっとなんか、一企業に依存するのもどうかなみたいなことを言い始めて、そういうふうなあの発表があったりしています。まあ、だから基本的には新しい機能というよりは、マネジメントよりの話も入ってくるというのが、カーネルトラック、サミットのトラックで。でそれ以外に、UPC のリファレンストラック、リファードトラックですね、リファードトラックというのがあって、これも、プレゼンテーションオンリーなトラックだったりしますけど、これは、まあ、あのテクニカルの話が結構バーッと続いているという感じですね。で他にもですね、ネットワークサミット、本来ならネットワークサミット別なんですけど、これもあのガチャもされて、最近一つになっています。でそれの専用トラックだったりします。ネットワークに関してですね、ものすごい勢いで、あの3日間ひたすらやっているというのもあります。あとはあれですね、
交付、これも今回初めてじゃないかな。ですね、マイクロカンファレンスで、まあ、これちょっと予定されているやつはここに入ってるんですけど、それ以外にマイクロカンファレンスで話したんだけれども結果が出なくてもうちょっと議論したいと、でも時間切れになったっていうやつを無理やり僕にして突っ込むっていうことができる枠っていうのが今回から設けられるようになって、これはこれで結構役に立っています。で僕なんで基本的にはスライドとかほとんど出して議論ばかりするっていう。でこういったものがですね、本当にごちゃっというかあれですけど、一つにまとまって、しかも3日間っていうすごい短期間で、まとまったですね、カンファレンスになってるっていうのは非常に珍しい、本当にテクニカルの話しかしないという意味では、すごい珍しいように役に立つカンファレンスなので、ぜひ日本からの参加も増えてほしいんですけど、ただあまり増えすぎると競争率がまた高くなる。まあ、エンベレット、リナックスカンファレンスだけじゃないよと、こういうものすごくっぽいのもありますよという話ですけど、あとですね、ここのマイクロカンファレンスなんですけど、イーサバットっていうのを存じてこれはクソニンで入ってメモを取れるシステムなんですけど、これも実は、それぞれのマイクロカンファレンスごとに作っています。ただ問題はイーサパッドへのリンクがどこにも貼られている。発表しながらあれどこにあるんだっけっていう話になって、確かこれ発表時にこれ横にこう表示されてるんですけど、ここの中に、URL を書くとかで取り切ることをしてだからどこの人がこういう風な感じで表示か、もうなんかこれ面白いことをしている状態ですね。でこれだから僕もあんまりよく知らなくて、あとリアルタイムインデックスが欲しいなと思いますけど、リアルタイムをこういうふうにして、リアルタイムのカンファレンスのノートを取ったり、あと今回ですね、私の方から、1個、プランバーズに発表しましたので、それの内容ぐらいだったら、ちょろっと喋ると思います。レーシングバルバはい、大変だったのが、ですね、トレーシングマイクロカンファレンスに応募して当たったと思ったら2個目だったんですよ。で、見てたんですけど月曜日 の朝の2個目っていういきなり初っ端から発表になっていたっていうのがあってちょっと大変でした。で何を発表したかっていうと、カーネルのブートタイムトレーシングっていうのをちょっと発表してきました。でこれ今まだちょっと開発途中で V3 まで出して次 V4 になるんですけど、 V3 まで出した時にちょっとフィードバックもあんまり良くなかったので、というか何もなかったので、出して話をすることにしました。でこれなんかはカーネルのブートタイムのトレース起動してる時に最中に、ちょっと状況とか知りたいと思ってですね、トレースしようと思ったら、まあ、一応基本的な機能は Linux カーネルの中に既に存在しているからいるんですよ。カーネルの起動オプションでいくつか設定することができます。ただちょっとですね、私が欲しかったのが、なかったんですね。これでですね、大体そのイベントを設定したりとか、まあ、一応
最近追加したの、Kpros の、ものを追加したんですけど、ちょっとやりたかったのがヒストグラムを作るっていうのをやりたかったんですよ。で、ヒストグラムの設定とかも今、Ftrace の上では自由にできたりとか、フィルタリングとかもできるようになってるんですね。ところが、それを設定する方法がないんですよね。で、じゃあ、まあ、追加するかと思ったんですが、ちょっと困ったことにですね、これ、コマンドラインのパラメータを見ていただいたら分かるんですけど、めっちゃ長くなるんですよ。書くと一行の中に収めないといけないし、コマンドのオプションが多くなれば多くなるほどめちゃめちゃ長くなっていくんですけど、256バイトしか書けないんです。実はこの値結構固定されていて、コントローラーとかの中に256って書かれていたりするんですよね。なので簡単には大きくできないっていう問題があって、で、さらにですね、これもちろん1行に書きますから、構文がすごい限られてるんですよね。なんとかに対して何々を設定するみたいな書き方しかできないんですけど、なんとかっていうそのキーがもう固定化されちゃうっていう問題があって、例えばじゃあイベントのこのイベント、いろいろあるイベントのうちのこのイベントでこういうふうなアクションを起こして、でこのイベントではこういうフィルタリングを OK ながらこういうアクションを起こしてみたいなことを指定しようとすると、めちゃめちゃ長くなって大変だし、そもそもそんなのをカバーできる構文がないっていう問題があるんですよ。で、どうしようかと思ってですね、いくつか考えたんですが、まずそのイントラの FS で何とかできないかと思ったんですけど、イントラの FS すごい後で起動しますよ。起動して最終段階でロードされるから、その前のにロードされたドライバーとかは取れない。じゃあ、パネルコマンドライン長くしますかって言ったら、まずちょっとブートローダー改造しないといけないし、改造してもこんな 長いこう1行のやつ書くのってすごい大変だよねみたいな話があるので、ちょっとやりたくない。で、最後に思いついたのは、その今カーネルの中で存在しているストラクチャードデータ、なんていうんですか、ストラクチャードブートタイムデータっていうのがありますと。まあ何かというとデバイスツリーなんですけど、まあ、デバイスツリーってご存知の方、まあ、多いとは思うんですが、起動時にデバイスの状態とかをツリー構造で書き込むってやつですね。で、これにですね、トレースのコンビネーションも書き込めるんじゃないかと思って、まあ、ちょっと試してみたんですよ。で、試したところうまくいきました。実装はうまくいったんですが、リジェクトされました。で、なんでかというと、デバイス3っていうのはハードウェアのものであって、ハードウェアのディスクリプションであって、ソフトウェアのコンビネーションとか書くやつじゃねえというふうに言われてですね、全然取り付く島もなくですね、拒否されたという状況です。そこで、その時にですね、ちょっと V1、V2 の時に、実はソニーのトランプとですね、いろいろと話をして、6月にあったのオープンソースサミットジャパンですね、そこの場所でも7月にあった時に、まあ、細かい話をして、で、まあ、もっと別のやつ作って入れればいいんじゃないって言われたので、入れましたと。でそれがこのサプリメンタルカーネルコマンドラインっていうやつですね。要はカーネルコマンドラインを保管するような形でファイルを渡せるようにしたいなと。ファイルに書いた設定ファイルを渡したい。で、もともとは、JSON 使う予定でした。でも JSON よく見てみたら人間の手では書けないと。 JSON の、データ構造があまりにも複雑すぎるので、複雑じゃないんだけれども、なんか書くのがすごい面倒くさいのでやめました。 JSON だけですって。で、破るもなんかパースするの大変だしやめようと思ってですね、ちょっと6時になるんだけどこういうのやりましたと。これ何かっていうと、ですね、キーワードとバリューの、キーバリュースコアみたいな感じなんだけれども、ドットでワードを区切ることができるようにします。でドットで区切った時に、ドットの代わりに、このブレースを使うと、ブレースの中にいくつかのドットを、いくつかのワードを連続して書くことができるようにします。そうすると自動的にツリーに変換できるということで、こんな感じでですね、キーワード、ワードバリューとキーワードに対して、中に例えばキーワード2に対してワード3がその次の
キーワードとして入って、それにバリューを入れるとか、さらにネステッドしたやつの中に入れるとかですね、アレイも基本的にはあのアイテムつなげるだけだから入れてしまいましょうみたいな感じで入れました。でこれ、パネルないので、アスキーテキストの形で渡してあげると、パネルのあるのパーサーで、適当にガーッとパースして、ツリーを勝手に作りますと。で、それを取り出せるようにしました。そうすると、まあ、複雑な設定でも何でもですね、ツリーの形でまとめて書いてしまえるので、非常に単純に書きますよと。で、今はですね、このブートローダーで基本的にはこれ動かすようにしています。どういう風になるかというと、どういうものを書きたいかというとこういう感じなんですね。オプションがいくつかあって、さらにイベントの設定、まあ見たら分かるんですけど、めちゃめちゃ長くなってます。アクションとしてヒストグラムを作りますよとか、新しいそのイベント作ったりして、そこに設定しますよっていうものをひたすら書けるようにしたと。で、それが全部ツリー状態になっています。で、今までだとこういうのをオプションで渡しても不可能だったんですが、これを、まあ今ちょっと QM とグラブを改造してですね、これパス、起動時にパスできるようにしています。で、まあ、こんな感じで SKC、で SKC ファイルを渡すみたいな感じにしています。で、これを起動するとですね、ガードとローが出ていってるんですけど、まあ、イベントがまあトレースされてるというのが分かると思いますけど、これがですね、どうなってるかというと、こんな感じで、まあ、Firefox とか Chrome とか使ってると、コンビネーションの設定でよく 見かけるコードと同じでですね、キーワードの後にイコールバリューとつながった状態のリストっていうのを書き直せると。で、それによって設定されたのが、さっきですね、インスタンス2つ作ったんですけど、インスタンス、プレスインスタンスというのを作ることができて、インスタンスの中に、バーとフーがもう出来上がっていると。で、まあなんかやるたびに出てきているのは、プレスプリント系が有効になっているからですね、このヒーキープリント系が有効になっているからですね。で、他には、バッファーサイズも拡張されています。設定したのが1メガとか6024キロバイトになっているとか、あとはさっき設定したヒストグラムはインスタンスバーのイベントの親戚の中に入っているので、各読み出した、イニットコールといって起動時にカーネルを読み出す関数、それぞれの関数の読み出した時の、かかった時間ですねが、レイテンシーごとにまとめられて、相当されて、読み出されています。それで、どの処理が一番長くかかるかというと、ポピュレートルートエフェスですね。やっぱりルートエフェス作るのにすごい時間がかかる。まあ、こういうことが簡単にできるようになるし。ことをですね、発表してきてですね、なんですが、まあ、カメントステータスでこんな感じです。パッチ作って、まあ、QM とグラブ改造して、こういったファイルを作るようにしました。で、まだちょっと、Google アクション使われますけど、っていう話をしたところで、基本的なツッコミとしては、これやると、ブートローダーを改造しないと使えないっていう話になるので、ちょっと使いにくいよっていう話が出てですね、それ
それでどうやったらいいかっていうのをいろいろ議論した結果、とりあえず2つオプションがあると。カーネルにその組み込むオプションが必ず必要ですよ。要はビルド時にファイル指定してやると、それをごとカーネルを作るんですと、もう一つは、イニットラム FS の後ろに、コンカチネートしてやればいいんじゃないのっていう話で、それもまあ、もう一つやり方したのかなみたいな話で、やることになりました。ということですね、いろんなフィードバックで得られて、非常に良かったなという感じですね。でまあ、こういったフィードバックを得る場としても、Linux プランバーズ、すごい役に立つので、ぜひ、来年の参加を検討していただければなと思いますというところです。Linux ファンデーションの方から後で感謝に伺いかなそれはさて本当にね、いろいろ最近いろいろ話題になるんですね、このランナーズカンファレンス。まだ、日本で知ってる人少ないみたいなので、ぜひちょっと検討してみていただければと思います。何か、質問であるとかディスカッションであるとかありましたら、どうぞ。すごいジェネラルな話なんですけど、カーネルの世界をどのぐらいの分野に分けてそれを議論されてるんですか。なんか例えばネットワーク系とか、なんとかメモリー系とかいろいろあると思うんですけど、基本的にはそれぞれの、マイクロカンファレンス、これ、はい、ですね、クランバーズのところに行くと、フォール4ペーパーならぬ、フォール4マイクロカンファレンスっていうのがあるんですよ。だから毎年、何月ぐらいかな、1月か2月ぐらいになると、このブログをオープンしてですね、新しくブログをオープンして、でその中で、マイクロカンファレンスを募集しますみたいなのがあって、まあ、大体もうほとんど決まってるんですけど、チェアになる人が、俺これやりたいってまず登録してっていうところから始まります。でそうなると、もうほとんど、流動としてはパルッと決まってきまして、サブシステムごとっていうのがメインなんですけど、大きくなりすぎたサブシステムは実は別になります。例えばブロックストレージ、いや、ブロックじゃないな、普通にストレージ系のものは、Linux ファンデーションがまた別に、ボルトでしたっけ、なんかそういう、カンファレンスをまた別に用意してます。ネットワークなんかは Linux プランバーに入った、プランバーに組み込まれたんですけど、さっき見たようにトラックとしては完全に別物になるんで3日間続くっていうボリュームがある。やっぱりそれだけボリュームがあるやつは独立できるか、もしくは自分たちの領域を作れるんですね。でそれに対してもうちょっとマイクロカンファレンスに当たるやつはもうちょっとちっちゃいサブシステム、例えばトレーシングだとか、BPF ももうちょっと大きくなってるかもしれないですけど、そういった形で ある程度まとまっているんだけれども、一つのカンファレンスとしては独立させるには小さすぎるやつっていうのがここで取り上げられることが多いですね。マイクロカンファレンスと何個ぐらいになるんですか。今回一番多かったんですけど、マイクロカンファレンスだけで、大体全体の参加者数が500人ぐらいいいサイズですね。500人の中の半分が社長。ああ、うん、そうか、なるほど。よく見ていただくと分かるんですけど、マイクロカンファレンスの中の発表はちっちゃいんですよ。普段の Linux ファンデーションのやつだと大体40、50分あるんですけど、マイクロカンファレンスの中だと大体1個20分ぐらい割り当てて済みます。だから効率はすごくいいですね。みんながだれる前に集中してどんどんやっていくみたいな。ということは何、午前中にキーボードがあってとか、キーボードソースサンプみたいなやつじゃなくて、はい、もういきなりガチでいくぜみたいな。そうです。
あの機能とは基本的にありません。あの機能とかないのがいい、いいことだってみんな思ってるんで。そうだよな。そうなんだよな。あ、全然関係ない日にその機能と聞かせるものって結構たくさんある時あるよな。すいません、黙っててくださいね。今の問題発言まだないましと。あいけね、ビデオ通してるな。うん、はい、他はどうですか。デバイス3についてなんですけど、はい、デバイス3はまあ本来のデバイスのディスクリプションのためだっていうのはまあ確かに分かるんですけど、まあ、一方でその例えばあのファームウェアノートとか、うん、なんかそのオプティ系のノートとか、あのまあそのデバイス3をその本来の目的以外で使うっていうのは実際には多分あると思うんですけど、そのどの程度今回その強く反対されたのかのその肌感を伺いたいんですけど、基本的には全く受け付けないっていう感じです。強くということですね。ファームウェアとかってファームウェアにやっぱりあの含まれてるじゃないですか。だからある意味ハードウェアの一種としては扱えるみたいなんですよね。でファームウェアもファームウェア例えばファームウェアバイナリーそのものをあのデバイスに入れるっていうのは完全にダメっていう話ですし、それも要はもう設定というかパラメータだけみたいなんですよ。今回はまあかすってないでしょってことですか、ハードウェアのディスクリプション。そうですね。一応なんかあのチョーズンっていうデバイスの中にチョーズンっていうのがあって、本当はそこでブートローダーから渡すべきパラメータを渡すっていう意味でそこが残ってるはずなんですけど、それも拡張するなみたいに言われてしまってですし、あのね、デバイスツリーのメンテナーってあの某社 の社員なんで、あのいろいろ本当にあの細かい話ができるチャンスは特にあると思います。あと、いや、あの某社の社員だからっていうわけではなくて、弊社としてはあの別に弊社の中だけではなくて、いろんな人とあのやっていただいてもやってもらってますので、あのデバイストレインに関してはあの、ソニーアメリカ あのフランク・ローマンドっていうのはあのメンテナーの一人としてやっております。で、いろいろあの今回平松さんからも相談を受けたというか、平松さんがツイッターであのツイートしてるのにあのいきなりこう FF 内からぶっ飛んでいったんだけど、あのすぐにあの打ち合わせをセットアップしてっていうようなこともやってますので、ありがとうございます。こういうことは本当に喜んでやりますので、あのぜひ行っていただけたい。あのティンバードであるとかフランク・ローアンだとちょっとコンタクト持っていたい、ミーティング持っていたいという人、ぜひあの遠慮なく申し上げてください。あの社内以外関係なし。一応今のあのログですね、メンテナーなんですけど、けど彼を日本に連れてくるのはちょっとちなみにあのティンとフランクはおそらく11月の下旬、12月の上旬にはだから次回もあの、このジャンボリー、13日のジャンボリーには生ティム、生フランクつくかもしれない。生フランクなんて言って、ちょっと言うてるとこいいよとか言われそうな感じですけど、何言ってんだお前って。はい。くだらないこと言ってんじゃないよ、お前。はい。でも、デバイス3って結構いろいろありそうですよ、僕は。はい。基本的にはなんかあのユーザーがテストするからみたいな話っていうのはあんまり信用できないみたいな話もあったし、で、一応、なんていうんですかね、デベロップメントプロセスとかツールに関してもあるんだけれども、大きいのはやっぱり彼が感じて大きいのは
トラッキングがねえっていう話なんですよ。要はあのメーリングリスト上でやってるので、そう忘れちゃうとか、うん、投稿者が途中で諦めると来なくなっちゃうっていうのも結構あるっていう話もしていてですね、やっぱりメールでやる限界かね。番組修正に関してやっぱり、要はメールって議論するにはいいんですけど、サマライズできないとかトラッキングできないっていう問題が残っちゃうんですよね。アーカイブできたとしてもね。そうですね。で、まあなんとかしないとねっていう話をしていて、ですので、あ、まあ、CI で一応回してもあのフラグメンテーションもあるしないんでしょみたいな話とかですね、本当にこれあの一度読んでみることをお勧めします、うん、一応の解決策はあの出されてはいるんですけど、解決策というかそのあそこのナビクとかいうツールがあって、これで、まあ、Git みたいな感じで、ローカルで、いろいろと状況というのを確認し続けることができるので、でまあ、こういったことを導入していくのも必要だねという話になって、僕はちょっとメンテナンス、関連のメンテナンスサミットの方には出なかったんですけど、ブレイク最終日にちょっと話をしたら、ブレイクがメンテナンスサミットでこの話するから、この後またワークフロー変わるかもみたいなことを言ってました。バグがあの逆に言うとバグが見つけやすくなったな、バグを見つけるとすると一生懸命やる人が増えたかなっていうか、実は潜在してたっていうか、シスマーでシスモードでやってるから、それはあるとは思うんですけど、自動的に見つけられたバグが増えていってるみたいな感じですね。減っていってない。自動的にシステムコーラーって何か、何やるかっていうと、システムコールのインターフェースに対して、ありえない値とかをランダムに設定してあげるんですよ。ひたすら投げることがいて、それが、何かをきっかけにカーネルクラッシュさせたりすると、自動的にこう、バイセットしていって、あ、これだって言って投げてくる。システムがあります。そういう感じですね。他に何かありますか。はい、じゃあ平松さん、どうもありがとうございました。